そう、ミスタービッグはもうだから僕大人になってたので、まあもちろん大あの聞きましたけども、うん、あのたくさん好きなうちのアーティストの一つですけども、で、あともう一つはあの僕がプロになった時に、はい、あのギタリストになりたかったんですよ。で、バンドでも僕の他にもボーカルを取る人がいて、だんだんボーカル取る量が多くなってきて、いつの間にかアニメを歌うようになって、今でもギタリスト半分、歌半分っていう感じですね。でも子供の頃にあの映画音楽家とかアニメの音楽を作りたいと思ってたのが、あの叶ったんだからいいかなとは今思ってます。いや、今は歌ですね。そうだな、多分僕はギターでよりも歌の方がもしかしたら上手いのかなって最近気がつくぐらい最近気がつきました。よろしいですか？本当です。僕はあのギターはあの歌はあのずっとなんだろう、あのギターのついでに歌ってるぐらいから始めたんで、どうしてもやっぱり歌があの後だったんですけれども、はい、今じゃやっぱりあのじゃあ今日ね、あのシンガポールにあののファンの人とかフィリピンのファンの人とかって僕のギターを弾きに来たんじゃなくて歌を弾きに来たんだから、やっぱり歌かなと思います。今ではだからなんだろうね、面白いのがあのやっぱり僕がいつもなりたいものには慣れたことがないんですよ。あの若くしてロックスターになるつもりだったんですよだけど、若いうちは成功しなかったですし、ロックスターにならなかったけど、あのロックスターでギタリストのロックスターになりたかった。でもギタリストにはなれなかったし、あの、ね、ロックスターになるかと思ったらアニメ歌手にはなってるし、うんうん、大体あの狙ったものの隣あたりに、はい、あの近くにあのたどり着きます、たどり着きますね、まあ、そういう人生も面白いかなと思ってスタイルはあのなんだろう、デビューした時がトリオのハードロックバンドだったんですね。ドラム、ベース、ギターで、やっぱりそれでできるものを最初は追求していったというか、追求していった、その3人でできることを、うん、はい、初めはやってたんですけれども、長くやってるうちにいろんなことをやるようになって、はい、もうフォークギターでやったりとかハンドマイクでやったりとか、いろんなことにもう全部あの影響されて、やってます、うん、何があるかな、最近の曲かな。そうですね、最近の曲、まあ、最近あんまり聞いてないから分かんない。いや最近でもなくて大丈夫ですけど、うん、なんか昔からなんか一番なんか心的には一番好きなのはね、一番好きなの何なんだろう、たくさんありすぎて分からないな、本当に。好きな曲ってもう今毎日変わるから。あの初めてのバンドなんですけど、3ピースバンド、あのドラム、ベース、ギター、あのそういうスタイルはかなりパンクでしたから。いや、あれはパンクバンドですか？いや、あのね、ハードロックバンドです。だからどちらかというとね、ジミヘンドリックスとか ああいう感じでしたね、ジミヘンドリックスとかレッドゼッペリンとかああいう感じでした、ストラタキャスターばっかりですね。It's only Stratocaster. どっかにあったよね、ギター。I don't think he's got the guitar here, but... あ、なんか置いちゃった。あ、あった。
ね、あ、これこれ、ですです。1972年の古いやつ、もうボロボロだけど。音がいいです。音がやっぱりいいですね。子供と一緒に、銀玉して、銀玉とケロロ軍曹は大好きで見てます。あとね、知らないかもしれないけど、ギャグ漫画日和って知ってるかな？ギャグ漫画日和っていうのがね、名前ですか、そのタイトル。そうですね、はい。ギャグ漫画、ギャグ漫画、ギャグ漫画日和ですね。ギャグ漫画、ギャグ漫画日和。I think I know this one. Oh, you know that one? Yeah. Okay, I don't know that one. Okay. はい、シンガポールには、4年前に、一度来たんですけれども、今回はね、残念ながらあんまり観光できないですぐ帰っちゃうんですけれども、今度はゆっくり来て、1回とは言わず 2,3 回ライブをやって、シンガポールを満喫しできる日を楽しみに待ってますで、あとぜひできたら今度は、バンドを連れてでっかい音でやりたいですね。